恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、脈なし率 98% の女性の言葉というお話をさせていただきたいと思います。で、まあ、脈があるかどうかって分かった方が男性の方もね、まあ、アプローチしやすいと思いますし、自分にね自信を持つこともできると思うんですよ。で、勘違いをしていけると思って、アプローチして、で結果ダメだと結構傷ついちゃうと思うんですよね。ではじゃあ女性がこれ結構脈がないよっていう時に言う言葉があるんです。それは一体何かというと、何か誘った時にこちらから連絡します、今忙しいからこちらから連絡しますね、落ち着いたらこちらから連絡しますねって言われると結構率が低い。なので、2人で会うよりもじゃあみんなで会いましょうっていうふうにちょっと枠を広げてあげた方が、あなたの好感っていうのは上がりますので、こちらから連絡しますって言ったらちょっと戦略をね、ダメっていうわけじゃなくて戦略を、変えていきましょう。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では今日はここまでになります。今日も一日お疲れ様でした。また明日。